森の都、仙台をテーマにした展覧会が県美術館で始まりました後に森の都と呼ばれることになる仙台の江戸時代の景観が当時の絵画を通して紹介されていますきょうから始まった伊達政宗と森の都仙台展休館中の仙台市博物館の収蔵品を中心に伊達政宗公と城下町の歴史に関わる絵画など55点を展示しています 展覧会では江戸時代に描かれた絵画などを通して仙台が森の都と呼ばれるようになったルーツが分かるようになっていますこちらは幕末の城下町を描いた仙台城下図屏風当時武家屋敷に多くの木々が植えられていた様子がはっきりと分かりますうに森の都として呼ぶようになったきっかけになっているようなそういう風景が読み取れると思います 木々がですね、あの茂っているそういう姿とその中でまあ人々があの普通の都市生活を送るその突き込みながらあの暮らしているその姿を見ていただいてあ現在に通じるところがあるのではないかなというふうに感じていただければと思います。展覧会は緑化フェアと同じく6月18日まで開かれます。県美術館はその後改修のため休館し、2025年度中に再開する予定です。